はい、皆さんこんばんちは、満天さんです。配信遅れて大変申し訳ございませんということでね、早速見ていきたいんですが、今回ね583回 B セットで攻撃かなっております。今回ね B セットだったんですけど、そうですね、セットの傾向といたしまして、 B セットね特に、1、2、5の列が出にくくて、6のね列が出やすいというセット傾向なんですけど、まあ今回はね1、2の、5のとかね出て、まあ6も出てるんですけど、どちらかといえばね、全体的な収束方向のね出方しています。くらいの稼働に関しましてもね、B セットね、特に20の桁、30の桁が出やすいというところのセット傾向なんですけど、まあ、1の桁がね、4つ出てるというところで、まあ、ややね、収束方向の出方しています。今回ね、出てた数字、7個あるんですけど、こちらの方のね、出現回数の平均が、だいたい109で、全体のね、平均が110なので、やや収束の方向のね、出方しています。今回ね、注目していただきたい点、何点かありまして、一つはですね、こちらですね。10の桁4、10、あ、すいません。1の桁4、10の桁0、20の桁1、30の桁2というところでね。こちらの方なんですけど、まあ、そうですね。ここになるんですけど、まあ、10の桁が、すいません。1の桁が 4つ、10の桁が、0個。で、20の桁が1つ、で、30の桁が2つというところでね、今、見ていただいたところ分かると思いますけどね、今回それぞれがですね、期待値超えるところの、ところの組み合わせなんですよ。このすべての桁にね、対して、ね、すべて偏ってるというか、まあ、期待値超えてるところが出てるというところでね、これかなりだいぶ珍しい出方してるんですけど、すべてね、期待値超えてるとか、すべて期待値、ね、下回ってるっていう組み合わせっていうのはだいぶ珍しいんですけど、まあ、こういう時ってね、結構、珍しくてね、あまり出ないんですけど、まあ、今回それが出るような形で出てます。あとですね、今回出た数字、5番ですかね、5番と、30番でしたかね。まあ、これは前回出た数字なんですけど、こちらの方は、そうですね、ここになるんですけど、まあ、前回出た番号のね、当選番号の一致数が 2個というところで、まあ、ここを埋めるような形で出てるんですけどね。特にね、ここがね、他のところに比べて、まあ、その0個もね、期待値に到達してないんですけど、まあ、ここはね、結構ラインに近いんですけど、まあ、ここがややね、期待値に到達してないんでね、この辺ね、今回のようにね、また、埋めるような感じで、まあ、前回のね、当選番号の、数2個が、出るような感じでね、ここ埋めるような感じで出るかもしれないので、ね、またこの辺ね、また注目していただきたいと思います。あとですね、注目していただきたい点といたしまして、まあ、今回ね、9番出たというところでね、ここ間空いてる数字出たんですけど、まだね、間空いてる数字ね、結構、こう、まあまあ、その26もちょっと間空き始めてるんですけど、まあそれ以外にね、6番、21番、24番っていうところありますんで、ね、特に24番はね、もうちょっとしたらね、20回ぐらい、20回、今でだいたい19ですね。次出なかったら20回くというところになるんで、まあこの辺ね、もうあと、まあ次回はもしかしたらないかもしれませんけども、その次回、その、次の次とか次の次の次ぐらいでね、またこの辺で、ね、出るかもしれないんでね、この辺ちょっと注目して見ていただきたいと思います。あとですね、前回、前々回ぐらいからね、申し上げてます通りね、ちょっとまあ、だいぶね、この、10から、特にね、29ぐらいのね、このゾーンに対して、ちょっとね、形が変わって、ちょっとね、数字が、ちょっと出にくくなってるような感じになってますんで、まあ、今回もね、この10から29出た一つ、ね、次回、前々回出た、まあ、22と、29で2個というところでね、結構この辺ね、形変わって、この辺がだいぶね、選ばれにくく、選ばれっていうか、まあ、出にくくなるような感じになってきてますんでね、なるべく、まあ、この辺ね、ちょっと数字ね、入れないような感じで選んでみるのもいいんじゃないかと思います。ということで、次回の予想ですけど、こちらがね、偏りのある数字となっておりまして、こちらがセットごとの予想となっておりまして、こちらが総合的な予想となっておりまして、こちらがね、私が選んだ、前回のね、ボーナス数字に5入った、ちょっと大穴狙いのね、組み合わせとなっております。またね、データをご覧になりたい方はね、リンク貼っておきますので、そちらの方をご覧ください。ということで、また来週さよなら。